ったというようなスイングに見えました。サード今日は中村です。主任に送られてスリーアウトになりました。イーグルスセットバッター出ましたけれども、3人で終わった初回のランナーがスタートを切って打っていて、ピッチャーの足元ゲットが起こります。セカンドアウト、一塁は即それましたがアウトです。ダブルプレーでほぼランナーなくなりました。逆にね、このカウントになってランナーが二塁間はファースト追いつきます。ベースカバー今井が入ってスリーアウトになりました。捕まえました。カーブピッチャーライナー、いい当たりでしたけど、はい、よく抑えました。そうですね、フィールディングですよね。ピッチャーフィールディング、まあ、抜けてもおかしくないぐらいのシーン。初球からいきますが、ファースト追いかけていってベンチ前どうか、追いついた。最後はスライディングキャッチ、横追いつきました。はい、ナイスプレーですよね。そこネチネチ行かないと、はい、いけないと思うんですよね。そうですね、一発のあるバッターが揃っているライオンズ打線、セカンド追いついた、はい、結構深いところまで打っていきました、ね。はい、9番の紅林です。初球を打ちました。前進してくる高橋礼、ファーストもナイススクープでした。中村晃、非常に痛いですよね、はい。先ほどホームランの後藤、セカンドゴロ、ランニングスロー、送球はワンバウンドスローはアウトになりました。三森ナイスプレー。中村も落ち着いてました。ご覧いただきましょう。逆に体重がかかる中で寄ります。甘く入ったところ、ショートライナー、ワンアウト。捉えた荻野の打球でしたが、また外に寄っている。ピッチャー返し、打球はセンターへは抜けませんが投げられません。ライアショート藤岡、セカンドフォースアウト、一塁どうだ、アウト、ダブルプレー。ダブルプレーを取り、強い打球、セカンド佐藤隆成追いついた。スリーアウト。ファーストレアードが前進、東三塁へ投げる、アウト。三塁フォースアウト。ピッチャーの東、いいダッシュを見せました。これは安田選手ないですか。ピッチャー返し、セカンド取った、一塁転送、ダブルプレー。